当たんなきゃ意味ねえだろ。え？デカブ作り回したって当たらなきゃ敵倒せねえだろっつってんの。私はただトレーねえ、なんでハンマー？え、こっちのが良くない？確かにだろ？なんてやつだ、8機相手に5人抜きかよ。ミオって送り人だろう。ああ、俺らの代わりに前線に出た方がいいんじゃね。お疲れ様、すごかったね。8機の人たちタジタジだったよ。ありがとうセナ。あれ、みやびは？みやびちゃんは軍務長と執政官に呼ばれて執務室に。そっか。ねえ、お腹空かない？ああ、うん、もうペコペコ。少し早いけど行く？うん、ミオちゃんが行くなら。あれ、セナって魚嫌いじゃなかった？好き嫌いしてたら強くなれないかなって。ねえセナ、そういうのやめよ。え？セナはセナ、私に合わせる必要なんてないんだよ。違うの、これは。セナ、ごめん。またすぐ謝らない？セナは悪くないんだよ、全然。うん、好きなもの食べて、セナはセナらしくいてね。ここまで来れば大丈夫だろう。私うまくできたかな？あ、なんだって？え？私何か言った？は？いや、今うまくできたとかなんとか言ったろ。そんなこと言ったかな？いつも一人だよな。え？訓練場、兵舎、ベッド、周りにミオや仲間はいるのに、決して離れていないのに、なんで一人なんだ？
とこう戦っているとことか筋トレしてるとことかそんなのだと思ってた。あのな、ダメだよそれ、覗き見だから。セナ、お前大丈夫。私大丈夫だから。